次はグレープの早茶飲みというのをやってみようかな。説明文いきますよ。せーの、ほい、よいしょ。Ready? Go! ん？何？何？一体何だったんでしょう？ Congratulations! ギガ連射。さあ、やってみましょう。ついに、いよいよ。クターのフラッシュゲーム、集大成。グレープの早茶飲みでございます。冒頭の動画も見てもらいましたけど、実に11年ぶりにゲーム実況、再びですね。もうおそらく、することはできないのかなと思ってたりもするんですけれども。まあ、これやってたから、クターのゲーム実況やろうかなと思ったぐらいなんですけど、自分としてもね、アザラシとしても非常に思い入れの深いゲームだったので、ぜひこれを、フラッシュゲーム全部やった暁にはね、これを最後に締めたいなと思ってたんで、なんとか、ちょっと12月中はね、慌ただしく上げまくってて、ちょっと迷惑かなとも思ったんですけども、どうしてもこれを最後に持ってきたかった。そして、フラッシュゲームをほぼやり終えることができました。まあ、ちょっとズルしたところあるけどね。一本にまとめちゃったところとか。あと一本、一つだけゲーム実はできてない。これを上げてもまだ一つ残ってるんですけど、多分これはもう間に合わないかなと思って、デルデルマシーンから一個だけ出てこないやつがあって、うん、できないんですけども、まあ、それ以外はやって、なんとか。なんとかこれをラストにすることができそうです。グレープの早茶飲み。まあ、アザラシ個人としてもね、非常に思い入れの深いゲームでして、この、まあゲーム実況でね、まあ自分で見てもまあまあ面白かったんで、まあちょっと手応えをつかんだってのもあってね、それ以降、まあゲーム実況の道に足を踏み入れてるっていうところもあったりなかったりなんですが、いやー久々にやるんでね、ちょっと腕が鳴りますね。まずはあらすじからかな。あらすじ。実は11年前もあらすじ言ってるんですね。動画見返してみて初めて気づいたけど、このあらすじ読みやってるんだっていうね。まずあらすじ読んでいきましょう。当時よりは少し声が老けてますけれども、当時の方が音質が悪いなっていうのはもうすごくわかる。マイクが安いからね。できます。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、茶柱が立たない日はちょっとだけやる気がない脅威の無表情キャラグレープ。密かに世界記録を狙っている早茶飲みの練習を今日もやっているぞ。熱いお茶を少しずつ。しかし、素早く飲むのだ。あなたは何ティーで飲み干せるのか。脳入っちゃった。はい。まあ、もう散々ミスはしたんでね。過去に。もうコツもやり方もわかってる。なんで、面白みのない動画になると思います。さっと飲んでいくから。クリックして上を押すだけ。で、赤くなったら吹くから。あ、一度吹いとくか。そう。シンプルな面白さがあるもんな、この服っていうのはね。まあ、ギガ連射さん、北海道の会社だからね、多分、安田さんリバースあたりから着想を得て吹いてるんだと思うけど。やたらとクタが牛乳飲んで吹いてるのは多分、水曜どうでしょうね、安田さんの印象だと、安健の印象だと思うけどね。あ、ダメじゃん。一発で成功するつもりだったのに。これ本当に一発だからね。顔色見て飲めばいいのよ。要はね。難しいのやっぱこれ。ゲーム実況で見るとさ、簡単そうに見えるんだけどさ、いざ自分、過去の自分がやってて、あ、下手だなと思ってるのに、今やってもまあまあ、難しい。その、錯覚しちゃうな。ゲームでやってるのは簡単そうに見えるっていう、その心意気。だから過去よりは早いね。過去は34秒73かかったんでね。もういけるでしょ。よっしゃ！ふぅ！ 21秒36でした。ということで、ちゃんちゃん。あ、まあ、せっかくなんで、ちょっと他のところも紹介していきましょうか。他のところというか。クター年末感謝祭の動画をね、ちょっと、お見せしていきましょう。これね、どの動画だったかな？どの動画かで、紹介しましたが、ファイナルフラッシュの下がね、公開されてるんで、こちらもちょっと、出していこうかなと思います。下4つをね。で、チキンのやつはクターのクリスマスカード。今年はチキンがやってきた。
これですね。クリスマスカードのイラストがもらえます。はい。しょぼって言わないの。言ってないよ、誰も。俺だけだ、しょぼって思ったの。で、こっちのやつ。こっち、壁紙がもらえます。しょぼって言わないの。しょぼくない。しょぼくないよ。壁紙しょぼくないよ。ただ、あんなに賑やかな壁紙は使いにくいだろうなって思ったんですけど。で、このなんか、お年玉袋。お年玉袋ってのも、印刷したらゲットできるそうです。これはね、割と実用的かなって思う。印刷して、その、ここ切って、糊で貼り付けたら、袋になるんで、これいいと思うね。お子様に非常に向いてると思う。レアキャラ、トラクター、などなど。これは、変わった形のあれもありますね。ZIP 形式なんで、ダウンロードして、印刷して使ってみるのもいいでしょう。俺にもしも子供がいたら、もう絶対クターのこの、お年玉袋にするな。子供がいたら。親戚とかに配る立場かもしれない。で、ラスト。クターの年末感謝祭2020のラストで紹介されている、これ、ニューってなってますね。これが、なんと、クターのワンダホーということでね。アップルのアプリとしてあるらしいですよ。公開されたのかな？されるのかな？なんかね、たくさんのミニゲーム集という感じなんですけど、ただちょっと気になるところは定期購入、月額300円っていうことでね、無料でもできないし、買い切りでもないんで、そこがまあサブスクっていうのをどう見るかっていうところもあるんですが、iPhone でできるらしいんでね、アザラシさんはAndroid なんでできないですけど、iPhone の持ってる方はね、ちょっと試しに7日間やってみるのもいいかもしれないです。本当に50種類もあるんだってよ。問題はね、これがランキングがあるのかどうかっていうところが非常に気になりますね。一月ごとのランキング更新されてるってんだったら熱いけどね。アカウント持ってね。対決できたら楽しいと思うけどね。クタのソーダボール、ワカサギ釣り、ミニスキーやロケット HD。この辺は割と新しめのやつですね。ミニスキー、ワカサギ釣りだという新しいですよ。それから平成レトロ。縄跳び、一気飲み、クターのリフト。この辺も、ブラウザ上では公開されてなかったですけど、一気飲みなんて結構ね、やった記憶あるもんね、昔ね。クターの魔球、クターの Q、クターの Q と、クターの QS やクターの Q プラをやってましたけど、そのオリジナルのクターの Q も超えていきます。ローデオもやった記憶があるな、昔。チューブライダー、ね。クターの QC。あ、QC ってのもあったんですね。知らなかったな。クターの取り放題、そう、やった記憶ある、これ。今のやつ、ブラウザ上のやつはこうやって、なんか、棒を引くけどさ、単純にこのリンゴを、リンゴを上から降ってくるリンゴをカゴに入れていくってやつも、確かにあった気はします。みたいなね。こんな風な感じ。あ、クターのマニュファクチュアですね。これ名作。なんつってな。こうやって、過去のね、名作がね、ガジェットなんかもあるって、ガジェットって何？ちょっと、笑える、小粋なガジェットだし。謎。ってことでね、まあ、PC のやつやら、そうでないやつやら、たくさんあるらしいので、まあ、7日間は無料なんでね、試しに入れてみたらいいんじゃないでしょうか。で、気に入ったならね、そのままサブスクで続けていってもいいのかな。300円はまあ大した額じゃないんでね。クタを愛するものなら入れていても悪くない、と思ったり、思わなかったり。ってな感じで、クタ公式サイトはこんな風にして、2020年の年末を迎えていきます。ここにね、見えてる、クターのフラッシュゲーム公開終了につきまして、アドビフラッシュプレイヤーサポート終了に伴い、2020年12月末をもちまして、クターのフラッシュゲームの公開を終了させていただきます。今まで多くの方に遊んでいただき、誠にありがとうございました。クターのフラッシュゲームにつきましては、今後別の媒体での公開を予定しております。その際はクターサイトにて告知させていただきますので、ご確認いただければ幸いです。また、WebGL を使用したクタのゲームは引き続き遊ぶことができます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げますということで、ね。ね。もうできなくなっちゃうんですよ。この辺のゲーム、私鉄遠征も好きだったけどな、とかな、いうような感じで。できなくなるんですが、まあ、アプリの方でも、12月29日に公開なのかな。うん。配信開始っていうことで、これがビッグなニュースだったわけです。年末年始は休業してるらしいけどね。来年は牛年。さあ、どんな年になっていくんでしょうか。はい。これにて、
クターゲーム、フラッシュゲーム、怒涛の動画公開も一旦一段落かな。まあ良いお年を迎えてください。2021年もよろしくお願いします。ってことで、ほなまた。